バルバドス国王は、バルバドスの君主の称号である。同国の国家元首であり、イギリス国王が兼任する。1966年に、英連邦王国の一国として独立したのに伴い、王位が設けられた。象徴的な存在であり、実権はほとんど持たない。通常は、バルバドス総督がその職務を代行する。エリザベス2世のバルバドス女王としての正式な、 称号は、エリザベス・ザ・セカンド、バイ・ザ・グレース・オブ・ゴッド、クイーン・オブ・バルバドス・アンド・オブ・ハーザ・レルムス・アンド、テリトリス、ヘッド・オブ・ザ・コモンウェルス・神の恩寵による、バルバドス並びに、その他の小王国及び諸領土の女王、イギリス連邦の元首、エリザベス二世である。オーウェン・アーサー元首相は、2005年に、共和制導入の是非を問う、国民投票の実施を呼びかけた。 2007年11月26日に国民投票が2008年総選挙とともに実施されることが発表されたが2007年12月2日には選挙協会委員会の懸念によりこの投票が延期されたと報道された選挙後アーサーに代わってデビット・トンプソンが首相に就任した2015年3月22日 フローンデル・スチュアート首相は非常に近い将来共和制の政府形態に移行する移行を表明した。民主労働党のジョージ・ピルグリム書記長はこの動きを確認し2016年のバルバドス独立50周年に合わせて行われると予想されると述べた。憲法によると改正が成立するためには議会で3分の2以上の賛成が必要であり、民主労働党は 上院では3分の2以上の議席を得ていたが、下院では議席を得ていなかった。2020年9月、宮本リ首相を率いるバルバドス労働党政権は、2021年11月までに、バルバドスが共和制に移行することを国王演説で表明した。バルバドス労働党は、バルバドス議会の両院で3分の2の過半数を占めている。ありがとうございます。